今回は嵐の相葉雅紀くんについての恋愛の噂を紹介していきたいと思います。相葉くんは身長が高く天然キャラとして有名です。バラエティ番組などでもその天然ぶりをたびたび披露しているので、ファンではない人にも知れ渡っているのではないでしょうか。またお母さんも有名です。中華料理屋さんを開いており、ファンの間ではとても有名で観光スポットにもなっています。地方から何かの用事やコンサートなどで関東に訪れたら必ずそこには行くという人も多いです。料理も美味しく、ファンの方と気さくに話してくださるお母さんのおかげで店はだいぶ繁盛しているようです。たまにお母さんから裏話も聞けたりするので、相葉くん担当なら一度は行ってみたい場所ですよね。グッズ関連で事務所側と揉めたこともあるようですが、今ではすっかり和解しています。嵐といえば国民的ジャニーズのアイドルグループですが、数々のバラエティ番組に出演したり冠番組を持ったりして、今じゃテレビで見かけない日はないほど引っ張りだこですね。普通ジャニーズならやらせないであろう危ないロケなどを嵐はこなしています。そんな一面も人気の一つなのだと思います。特に相葉くんは動物関連のテレビに出演しているのでなおさらです。そんな相葉くんの恋愛の噂について次に紹介したいと思います。山野由里さんというモデルの方と随分前に噂になりました。こちらは過激すぎる写真が流出したことでものすごい話題になりました。二人で真正面を向いている写真は明らかに相葉くんの顔です。その後裸でキスをしている写真やプリクラでペアリングをつけて結婚しましたの落書きがされているものまで、言い逃れできないようなものがたくさん掲載されました。これにはファンも驚きを隠せなかったようです。ちなみにこの写真は山野さんが振られた腹いせに流出させただとか、お金に困ってこの写真を数百万円で売ったなどの噂もあります。またこの後のコンサートで相葉くんが土下座謝罪をしたとの情報もあります。次に水川あさみさんです。こちらは映画で共演したことをきっかけに噂になったようです。週刊誌にもキャッチされていますが、山野さんの時のような決定的な写真はないようです。こちらの噂は長いこと噂になっていました。付き合ったり別れたりをだいぶ繰り返していて、つい最近も話題に上がりました。そして最後に小島春菜さんです。こちらは完全なガセだったようですが、山野さんと顔が似てるとのことから小島さんの知名度が上がってから、当時の山野さんとの噂を知らない人が広め